今日7月2日からは七十二候半夏生図です。ここからは半夏生図について、そしてタコを食べる風習があるということで、こちらをご紹介したいと思います。七十二候の半夏生図は半夏が入る時期ということを伝えています。半夏とは別名カラスビシャクと呼ばれ、あまり馴染みのない植物ですが、現在でも漢方として活用されています。半夏とは別に半夏生という植物も存在します。半夏生の特徴は何といっても葉っぱ。最初は青々とした葉なのに、花が咲く時期になると白く変化します。この葉の色が変化する時期が半夏生図に重なることから、その名がついたと言われています。そして関西地方では、田植えで植えた苗がタコの足のように大地にしっかりと根付くように願いを込めたり、稲がタコの足のようにたくさん増えるように、半夏生図にタコを食べる習慣があります。タコにはタウリンが豊富に含まれ、疲労回復効果があり、夏バテを防ぐ目的もあったと考えられます。ここ最近では夏本番の暑さが続いております。今日はタコを食べて暑さを乗り切っていきましょう。またウェザーニュースのアプリお天気ニュースチャンネルからは、こちらの記事を確認することができます。ご覧ください。